バネッサ・クレイバンは、カナダ・ケベック州モントリオール出身の女子プロレスラー。主に、北米と日本で活躍。183センチメートル、86キログラムの巨体を持ち、日本においては、ベネッサ・ザマ運転のリングネームで参戦している。美容学校を卒業後、ロン・ハッチソンとザック・ウェリー・スプリングゲート3の下でトレーニングを始め、その後、 NCW に入団して2004年4月にデビュー。その後は母国カナダのインディ団体を転戦し、NCW 女子王座を獲得。2006年4月、岩ミッドサウス主催のクイーンオブザ・デスマッチに参戦。しかしレイチェル・パーキの前に敗退。同年8月に初来日。クイーンオブザ・デスマッチに参戦していた、坂井住江を通じて、ブッキングに成功し、ネオ、 板橋大会の6人タッグで日本デビュー。その際日本用リングネームとしてベネッサザマ運転をつけられる。翌日開かれたレッスルエキスポ2006で WWWC トーナメントに2回戦から登場したが田村よしこに敗れる。以降もカナダを中心としながらたびたび来日している。日本ではネオのほか JWP アイスリボン ウェーブなどにも参戦している。2020年8月11日、レスリングを引退することを発表した。ありがとうございます。